タイム速報。まず最初にご覧いただくのはウィンディの GFS モードになります。予報日時5月29日水曜日の朝5時の予報になります。この時中心気圧が985ヘクトパスカル、周辺の最大風速一番高いところですと毎秒28メートルを指し示しております。台風第1号イーウィニャの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が ECMWF モードよりもより近い位置に最接近する進路予想が描かれております。これだけ距離が近いと関東地方、もしこの予測が当たればですね、間違いなく暴風域の圏内に入ろうかと思われます。台風速報。お待たせしました、あなたの台風速報の時間がやってまいりました。2024年5月の23日木曜日朝5時14分47秒現在の台風第1号イーウィニャの候補となりそうな熱帯低気圧、いわゆる台風の卵および活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部の発生予測並びに、その後の進路予想に関する世界各国の気象機関による最新情報を徹底比較、分析、検証しながら速報であなたへお伝えします。世界最高クラスの予報精度を持つと言われるヨーロッパ中期天気予報センター、ヨーロピアンセンター for ミディアムレンジウェザーフォーキャスト ECMWF モードの大気循環の移り変わり、ご覧をいただきたいと思います。予報日時今現在23日の朝5時になるんですけれども、 ECMWF モードすでにフィリピンミンダナオ島の東の海上のパラオ諸島のあたりのフィリピン海、中心気圧は描かれておりませんが、すでに現時点で活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部の気流の渦が描かれております。周辺の最大風速は高いところでもですね、毎秒10メートルの最大風速となっております。これがですね、台風第1号イーウィニャの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線である可能性が非常に高いです。日本列島がこの位置にあります。黄色の枠内にご注目をいただければと思います。予報日時5月28日火曜日の夜8時になります。この時徐々に成長発達を遂げております台風第1号イーウィニャの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線、中心気圧981ヘクトパスカル、周辺の最大風速高いところですと毎秒32メートルを指し示した状態で、予測される位置がですね、沖縄本島の南東の海上にまで最接近する進路予想が描かれております。この後天候が行われまして、北東方向へ進む進路予想を描きます。日本列島がこの位置にあるんですが、特に関東地方に最接近する進路予想となっております。徐々に成長発達をしながら関東地方へ最接近する予報日時がですね、5月30日木曜日の午前1時になります。この時の中心気圧982ヘクトパスカル、周辺の最大風速高いところですと毎秒28メートルを指し示しております。関東地方に最接近と言いましても、上陸するコースではなくですね、ある一定の距離は離れておりますが、暴風域に入る可能性は十分に強い距離にあるという位置が予測されております。この後北東方向へ進みながら、徐々に日本列島から離れ去っていく進路予想を描きます。これがですね、世界最高クラスの予報精度を持つと言われる ECMWF モードの最新情報となります。油断ができません。今後の最新情報注意深く
こまめにチェックをし続けていただきたいと思います。今、ご覧をいただいておりますのは、アメリカ海洋大気庁、NOAA が提供する、大気循環の気象予測モデル、および、アメリカ国立環境予測センター、NCEP の中の一つである、アメリカ国立気象局、ナショナルウェザーサービスの気象データがベースとなる、コンピューター解析による全球数値予報システム、グローバルフォーキャストシステム、GFS モードです。大気循環の移り変わり、ご覧いただきたいと思います。GFS モードにおきましてもですね、23日木曜日の5時現在、すでにフィリピンの南東の海上、パラオ諸島の南の海上で、中心気圧は描かれておりませんが、活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部の気流の渦が描かれております。周辺の最大風速、高いところでも毎秒9メートルを指し示しておりますが、この後の進路予想、とくとご覧いただきたいと思います。予報日時、5月29日、水曜日の朝5時の予報になります。この時、中心気圧が985ヘクトパスカル。周辺の最大風速、一番高いところですと、毎秒28メートルを指し示しております。台風第1号、イーウィニャの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が ECMWF モードよりもより近い位置に最接近する進路予想が描かれております。これだけ距離が近いと関東地方、もしこの予測が当たればですね、間違いなく暴風域の圏内に入ろうかと思われます。ただし ECMWF モード同様にですね、上陸する進路予想ではなく、この後日本列島を縫うように北北東の方角へ進む進路予想となっております。ただですね、GFS は29日水曜日の夜8時には北海道地方の釧路市のあたりに上陸せんとする位置に台風の目の中心の位置が描かれております。ここですね。このあたり。そしてこの後はサハリン、カラフトを通過してオホーツク海をですね、北上しながら、まあ、北上というかほぼ停滞した状態でオホーツク海のあたりに、とどまる進路予想が描かれております。これが GFS モードの最新情報と相なります。続きまして、ドイツ気象局、ドイチャーウェタディンツの気象モデルをベストします。アイコンモードで大気循環の移り変わり、ご覧いただきたいと思います。アイコンモードもですね、すでにフィリピンミンダナオ島の東の海上、パラオ諸島の南の海上に活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部の気流の渦が描かれております。まだ台風1号イーウィニアの候補となりそうな卵にもなっていない状態かと思われますが、ECMWF や GFS 同様にですね、この気流の渦が徐々に成長発達をして北上をし始めます。予報日時、アイコンモード、5月27日月曜日の夜9時までご覧いただくことができます。5日間予報となるんですが、この時、フィリピン・ルソン島と台湾の間にありますバシー海峡の東の海上のフィリピン海、中心気圧999ヘクトパスカル、周辺の最大風速高いところですと毎秒18メートルを指し示しております台風第1号イーウィニャの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線がくっきりと描かれております。この後の進路予想はですね、おそらく天候を行われて北東方向へ進む形でですね、日本列
島へ、近づいてくるものと思われます。これは私の個人的な感想となります。いずれにしましてもですね、これに伴いまして、まあ連日お伝えしておりますように、ウィンディの3モード、今ご覧のアイコンモードと、それから ECMWF モード、さらには GFS モード、この3モードで、台風第1号、EU ウィンディアの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線、発生がくっきりと描かれるようになっております。つまりこのウィンディの3モードでですね、この台風1号の発生がはっきりと予報されているというのが現時点での最新情報となります。ということはこれすなわちどういうことか。いよいよ台風第1号、イーウィニャの発生の機運、兆しが高まりつつあることを如実に物語っております。続きまして、日本の気象庁、今年2024年の4月の初旬頃からウィンディの中で、始まりましたジャパンメテオロジカルエージェンシーのメソスケールモデルが新たに加わりました。見れる範囲は非常に限定的で、日本列島近海のみと非常に狭く、かつですね、予報日時も3日間程度ということなんですが、早速大気循環の移り変わり、ご覧いただきたいと思います。気象庁のメソスケールモデル、一番先の予報日、3日間予報で26日日曜日の午前3時までしか見ることができません。また見れる範囲も非常に限定的ですね、日本列島近海のみとなっておりますが、この後は果たしてどうなるでしょうか。今後の動向を注意深く注視をしていく必要がありそうです。それでは気象庁本家本元のサイトをご覧いただきたいと思います。更新します。5時28分54秒現在、台風情報は発表していませんということですから、台風1号の卵となります熱帯低気圧も発生していないということになります。続きまして、米軍 JTWC ジョイント台風ワーニングセンターですね。アメリカ海軍とアメリカ空軍がハワイ州の真珠湾海軍基地に共同で設置したアメリカ国防総省の気象機関なんですが、衛星画像の一周タイム、発行時間が22日18時00ズールですから、日本標準時に換算をいたしますと、本日23日木曜日の午前3時時点の衛星画像ということになります。この点線の枠内が北西太平洋、台風の発生領域となるんですが、出てきましたね。ついに93ウエスト熱帯低気圧形成警報が発表されております。トロピカルサイクロンフォーメーションアラートですね。この赤色の円はハイを表しております。つまり24時間以内に熱帯低気圧が発生する可能性が極めて高いという意味のハイとなります。 JTWC 熱帯警報、現在の北西太平洋北インド洋熱帯系熱帯低気圧形成警報 WTPN21 警報円は93ウエスト、トロピカルサイクロンフォーメーションアラートのグラフィックをご覧いただいております。ここがフィリピンのミンダナ島になりますね。ここがパラオ諸島の近海、ここがパラオ島なんですが、ヤップ島があります。このような進路予想を指し示しております。22日の12ズールですから、日本標準時に換算をいたしますとですね、昨日22日金あ失礼しました水曜日の夜9時の時点の位置になります。熱帯低気圧の形成警報、ついに米軍 JTWC ジョイント台風ワーニングセンターからも発表がなされております。ただ熱帯低気圧はまだ発生しておりません。このあと明日のですね、朝あたりには気象庁からもですね、熱帯低気圧の発表が正式に
出されるかもしれません。それは今日の夜かもしれません。まあそれはちょっと分かりませんけれども、いずれにしましてもですね、台風第1号イーウニアの発生の兆しいよいよ高まっております。台風速報、それではまとめに入りましょう。いずれにしましてもですね、ウィンディの3モード、まあ昨日の動画でもお伝えしました通りですね、台風第1号イーウニアの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線がウィンディの3モードで、くっきりと描かれております。 GFS ECMWF アイコン、 ECMWF GFS アイコン、 ECMWF GFS アイコンということで、米軍 JTWC ジョイント台風ワーニングセンターからもですね、熱帯低気圧の形成警報が発表されるに至っております。日本の気象庁はまだ熱帯低気圧の発生は発表されておりませんが、発表されるのもいよいよ時間の問題かなというところでありましょうか。今後の最新情報、こまめに注意深くチェックをし続けて、いただく必要がいよいよ高まってまいりました。私からは以上となります。今日も素敵な一日をお過ごしください。あ、そういえばですね、視聴者様の方からですね、コリオリの力についてちょっと詳しく解説してほしいというリクエストはコメント欄からございましたが、すでにコリオリの力についてはですね、過去の動画で、詳しく解説しておりますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。それでは